第3試合 WBC 日本バンタム級3部3ラウンドを行います。第3試合 WBC 日本バンタム級3分3ラウンドで行われます宮坂圭介対奥脇和也の一戦であります。さあ、奥脇和也選手はお二方は同じジムでいらっしゃいますね、はい、名高選手、はい、どんな選手ですか？そうですね、奥脇選手は、はい、まあ、いつも一緒に練習してるんですけど、はい、まあ、正統派な感じですね、まあ、パンチもできるし蹴りもできるし、はい、っていう感じで結構序盤硬くなることが多いので、はい、中盤になると結構エンジンかかってくるんですけど、なので序盤はちょっと気をつけてほしいと思います、はい、今回の対戦相手はこの宮坂圭介選手。宮坂圭介選手は元天下一バンタム級の王者と、はい、そうですね、宮坂選手は宮坂選手ももう 何でもできるスタイルなんですけど、はい、その中でも特に首相撲を得意としている選手なので、うんうん、まあ、今回の試合も首相撲を使って攻めてくるのかなっていう、まあ、気はしてます。はい、朝日選手はどんな試合になってほしいですかね、この試合。いや、もちろん奥脇選手に勝ってほしいんですけど、はい、やっぱりでも今ここに最近2試合宮坂選手が A はスポーツジムの選手でやっていて、これで3戦連続目なんですけど、なんでここでやっぱ多分奥脇選手的には後輩2人が勝っている選手なので負けられないと思うんで、けど宮坂選手も連敗2連敗続いてるんで、ここどう抜け出すかってところなので、お互い負けられない戦いですね。そうですね、そうですね。さあ、水色とピンクのトランクスを履いているのが宮坂圭介です。そして、シルバーのトランクスが奥脇和也です。速いですね、宮坂選手、左ミドルが。速いキックでしたね。走ってますね。ミドルシュッっていう音がもうするような感じです。さあ、ローキックを放っていきます、宮坂。綺麗な蹴りを放っていきます。宮坂選手、その同じジムの後輩が試合してるんですけど、はい、その時よりもキレが増してる気がしますね。ああ、そうですか。はい。この左ミドル速いですね。速いですね、見えないですよね、はい、なかなかね、もう速い動き、ローキック、あれインローとかに打ち分けてったらもっといい感じで組み立てやすいと思います、宮坂選手は。奥脇はそれに対してパンチで応戦していきます。そしてローキック、そうですね、奥脇選手はこのローキックで組み立てた方がいいと思いますね、はい、全く今俺も同じこと言おうとしたさすが息がぴったりな解説陣であります。さあ、じりじりと宮坂はこうプレッシャーをかけてチャンスを伺っているところですかね。そうですね、うん、この組の攻防はちょっと気をつけたいですね、肘打ち狙ってくると思うんですね。剥がしました。やっぱ首相撲は手強いですね、手がやっぱり両方とも両手とも内側に取ってたので、はい、回しやすかったんだと思うんですけど、その手の取る場所も最初から良かったんで、和也さんはそこを、あ、奥脇選手はそこをやっぱ注意していかないと危ないですね、うん、相手の得意なところなので。この距離はちょっと宮坂選手の距離ですね、ここからどう奥脇選手は自分のペースに持っていくかですよね。なるほど、この距離の取り合いっていうのもやっぱ重要になってくるわけですね。やっぱり相手のペースで試合するのはやっぱ良くないことだと思うんで、はい、やっぱ自分のいかに本当自分の試合をするかっていうのが大切ですね、うん、はい。さあ、第1ラウンドも残り時間1分を切ったところにいます。再び組の体勢、あ、強いですね、手宮坂が今度当てていきます。長い身長を生かして膝を当てていきます。身長は173センチが宮坂、奥脇和也は163センチ、10センチの差があります。10センチの差があるとやっぱ首相撲は多少宮坂選手の方が有利になってしまいますね。当てやすいですかね。だから宮坂選手の得意技は膝、左、ミドル、そして奥脇和也の得意技はこれはパンチというところになっております。このローキックと使いながらだと当たると思うんですけど、はい、やっぱパンチだけでいくとやっぱ宮坂選手もディフェンスうまいんで、やっぱいろいろ散らさないとですね、はい、散らして下に集中させながらこうパンチを打っていくといいと。そうですね、ですかね。さあ、標識が鳴りました。第1ラウンドは残りわずか、この首の攻防は宮坂選手うまいですね、うん、こうスッと体入れ替えて相手のことを崩すのがうまいですね。第1ラウンド終了。さあ、第1ラウンド終了しました。宮坂圭介対奥脇和也の WMC 日本バンタム級3分3ラウンドで行われております。さあ、朝日さん、このラウンドはご覧になっていかがだったでしょう。宮坂選手の首相撲が光っていたなと思っていて、はい、崩すのがすごい上手ですね。相手の膝に合わせて相手の体回したり、やっぱバランス崩しやすいのでそこをしっかり狙っていてこかしに行ってたなって思いました、うん。和也選手はそこに、はい、まっすぐ入ってきたところにアッパーだったりストレートだったり合わせてほしいですね、うんうんうん、
これ名高選手もしあのセコンドだとしたら、はい、こう奥脇選手にはどういった言葉をこうかけたりとか。やっぱり首相撲の攻防は分が悪いので、はい、やっぱ組まれないようにあの相手の顔を押したりとか、うん、あとは回ってから自分の打撃を当てたりとかがやっぱ大切だと思います。やっぱ首相撲はあの宮坂選手の方がやっぱ一枚上手なので、はい、それに付き合ってしまうと流れ悪くなってしまうので、うん、それをいかに自分の打撃を当てるかっていうのが大切だと思います。ありがとうございます、はい、さあ第2ラウンドです。水色ピンクのトランクスが宮坂、そしてシルバーのトランクスが奥脇和也となっております。奥脇選手はパンチが3つで止まっちゃうんで、はい、そこから2、3、4、5、5とかまで行きたいですね。ワンツーフックだけで終わらないで、はい、リズミカルにこう、そして手数を増やしながらってことですね。そうですね、散らしてあげた方が当たりやすいと思うんで、散らして、同じパターンっぽくなってしまっていると相手も分かってきてしまうので、はい、もうちょっとパンチの種類も増やしてほしいですね。今ちょっとそうですね、パンチがあのワンツーとかワンツーフックとかで終わってしまっているので、はい、そこをいかにこうフェイント使ってからパンチ打つとか、うんうん、あとはもうあの4つ以上攻撃つなげるとかして工夫をしないとちょっとこの状況を打開するのは難しいかもしれないですね。そうですね、こうやってパンチが当たってんで、あそこで組まれないで押してキックとかまでいけるともっといいですね、はい、さあ再び組の体勢、組相撲の体勢、まあ、今あの奥脇選手がロープを押し込んでたんですけど、はい、やっぱロープに押し込まれるとやっぱ崩すタイミングもちょっと難しくなるんで、あ、なるほど、しっかりそう今みたいにしっかり組んで近づけば組相撲はまあ防げると思うんで、うん、それをしながら行ってほしいですね。でも宮坂選手は蹴りも見えてますね、しっかりカットしているんで。結構ね、宮坂の蹴りも早いんですけど、冷静にね、奥脇も対処してますね、はい、ますね、さあ再び首相撲の体勢、長い距離、レフェリーが一旦剥がします。ローキックを放っていきます。いや、でもこのローキックはカットされてしまっているので、はい、やっぱりフェイント使わないとちょっと厳しいかもしれないですね、はい、おー、ナイス。その今のフックからそのフェイントからボディとかでもいいですね。そうですね、上下に振ってほしいですね。パンチが得意のはやっぱり確かなんで強いんで、はい、そこを自信持って前出てると思うんですけど、ワンパターン化しちゃうとやっぱバレ始めてしまうんで。これもいいですね、この連打、連打を放っていきます。ローからパンチを、うん、そうですね、いいですね。ミドルで返す宮坂、おー、いいですね、パンチ、そこから蹴りまで行きたいですね。奥脇のパンチ、なるほど、さっきのパンチからこう、そうですね、ローをね、やって散らしていったらいいっていうことですね、はい、さあ、そして組の体勢、あ、これは強いですね、はい、強靭な肉体を持ちます、宮坂。今やっぱ多分宮坂選手はパンチ来るっていうふうに警戒してると思うんで、こういうタイミングでやっぱローキックが蹴れるとやっぱ全然違いますね、はい、宮坂もだいぶやっぱ奥脇の動きっていうのは警戒したり読んだりしてる部分っていうのはあるんですかね。そうですね、やっぱりあの奥脇選手の攻撃重いので、うん、警戒してますよね、宮坂選手も。あ、パンチ、重いパンチを狙っていきます、奥脇。こうやって押し込むことができれば、はい、あ、切れましたね、切れた、肘だとアピールしています。前蹴り、目と眉毛の間ですね。あ、これはちょっと視界が大丈夫か、ちょっと危ない場所ですね、遮られそうな予感です。さあ、しかし奥脇も果敢に攻めていきます。再び首の体勢、結構出てますね、結構出てますね、出血が見られました。さあ、第2ラウンドであります。これは宮坂の肘が、そうですね、クリーンヒットしたっていう感じですかね。肘ですね、分かんなかった。右の、そうですね、ちょっと目のあたりでしょうか、今タオルが当てられています。ここで止まってくれれば次のラウンドもいけるんですけど、はい、あの地の量だと少し不安ですね、まだ3分あるんで。ちょっと心配なね、こう量でありますけれども。さあ、リプレイ見てみましょう。やっぱ首相撲、手の取ってる場所も上手ですね、宮坂選手は、うん、あ、今肘でこうアピールしてるシーンが見られました。あ、ちょっと深いですね、ちょっとね、こうまぶたのあたりでしょうか、右上のところですね、眉毛のあたり、カットが見られます。出血が見られますが、今、あ、でも止まりそうじゃないですか。止血をしているところであります。大丈夫でしょうか。今こうワセリンで傷口を塞いでる状態なんですけど、はい、こう同じところにもう一度打撃もらってしまうとやっぱ出血してきちゃうんで、やっぱそこはあれですよね、集中力が切れるというか、そこまで意識向けなきゃいけないんで。なるほど、じゃあこれ以上はちょっともらうことはね、そうですね、許したくないところですね。そうです。あとこのラウンドも多分落とせないと思うんで、ポイント的にこのラウンドも取りに行きながら防ぐってなるとなかなか難しいんですけど。なるほど、
まあ、でもここはやっぱ奥脇としては勇気を持ってさらに勝ちに行ってほしいですね。行ってますね今奥脇選手は。ギャンブルを仕掛けに行くか奥脇。おーナイスミドル。ローキック。そうですね、気持ちも全然死んでないですかね。いやそうですね、奥脇選手はもう気持ちめちゃくちゃ強いですね。強いですね、はい、さあ再び組の体勢。ああやって首相撲とかで近距離だと頭でグリグリ傷口やられたりするんで。あ、そうですか。賢い相手だと、うん、なんで僕が切れてる時組むのも怖くなっちゃいますね。試合やってる側だと。そうですね、やっぱまた開いてきましたね傷口が。いやヒヤッとしますけども、本当にも果敢に勇気を持って攻めていってますもんね。そうですね、この打撃ずっと続ければ展開変わるかもしれないんで、狙いは悪くないですね。さあ3ラウンド目コツコツとこうポイントを稼ぎに行きたいところ。奥脇和也、宮坂は逃げ切るのありましょうか、どうでしょうか。第3ラウンド、さあ宮坂も果敢に攻めていく。これいいですね、この打撃。そうですね、打撃で果敢に攻めていく奥脇。もう宮坂選手はちょっと流しに入ってますね。第3ラウンド、さあ宮坂はこのまま距離を取って前蹴りで距離を取っていきます。さあこの距離を潰していくのが奥脇和也。再び距離が縮まった首相撲の体勢。ここはもう和也選手は、奥脇選手は休まずもう前に出てほしいですね。さあ奥脇も懸命に、いいですね、今のミドル良かったですね。ミドルを放っていきます。逆に宮坂選手はここでリスクを負わずにポイントでリードしようという感じだと思うので、はい、宮坂選手からしたらもうもらわないように、うん、逆にあの奥脇選手はもうどんどん前に出て、はい、自分がもらっても自分の攻撃を当てるっていうスタイルでいった方がいいと思います、うん、なるほど。あ、危ないですね、その手の位置。残り時間1分を切りました。冷静ですね宮坂選手。さあ宮坂も冷静に対処しています。おお、ナイス。さあボブでの久しぶりの勝利あるか、うん、まあ、両者の戦いは残り時間1分を切っています。奥脇選手3ラウンドやってエンジンかかってきました ね、 ね、結構そうですね、打撃もいろいろバリエーションが増えてきました。バックブローを話します。5ラウンドに向いてるよね。そうだね、これね5ラウンドでもなんか見たいような戦いでもありますね。さあこの試合は3分3ラウンドで行われています。延長もありません。さあ残り30秒に全てをかけてほしいところ。最後ラッシュかけたいですね、組まないで押す押す押す。あ、宮坂もうまくコントロール試合をしているように見えられますね。あ、うまいですね。ここからしっかりこの組の攻防で安本選手仕掛けるんで、はい、本当あの奥脇選手は気を抜けないですよね、組んでる時も。やっぱり肘も近距離だとありますからね。さあ残りわずかとなりました第3ラウンド、組んだ状態で試合終了。3ラウンドを戦い抜きました。さあ会場からは拍手が沸き起こっております。横浜大桟橋ホール、第3試合 WMC 日本バンタム級3分3ラウンドを戦い抜きました宮坂圭介、奥脇和也。さあ勝つのはどっちになるんでありましょうか。さあ今ジャッジペーパーが渡されました。3ラウンド、あの奥脇選手打撃での相当手数出してたので、はい、この3ラウンドの攻めがどう判定に影響するかですよね、うん、影響するかというところですかね、はい、首相撲対本当パンチって感じでしたね。勝負の行方は判定へと委ねられます。熱い試合となりました第3試合。判定結果をお伝えいたします。ジャッジオーナリー29対28、赤宮坂、うん、ジャッジ健太の29対29ドロー、ジャッジナルンチョン29対28、赤宮坂。以上2対0の結果をもちまして、勝者赤コーナー宮坂圭介。第3試合は2対0で宮坂圭介選手の判定勝利となったわけなんですけども、はい、2人が29対28、そして1人が29対29のドローとなりました。田中さん、この判定はどう映りましたか？そうですね、まあ妥当かなと思いますね。1、2ラウンドはあの宮坂選手の、はい、あの正確性のある打撃と、まあ、主に蹴りなんですけど、蹴りと、あとは首相撲のコントロールを評価されての勝利だと思うんですけど、はい、でもやっぱ奥脇選手の3ラウンドの攻めは見てすごい気持ちよかったので、
そして5ラウンドの試合を見てみたいですね、はい、確かにそうですね、本当に先ほどもおっしゃったように、はい、5ラウンドの戦いも見てみたい、はい、さあ朝日さん、はい、この試合ご覧になっていかがだったでしょうか。いやー、やっぱ首相撲が強かったなって印象と、うん、1、2ラウンドはそんなに差がなかったと思うんですけど、はい、3で明確に差がついてしまったのは多分和也さん、奥脇選手が倒そう倒そうっていくと余計に多分やりやすくなってしまって、はい、宮坂選手が首相撲で取りたい場所だったりを取れるようになってしまって、ええ、ムエタイって一方的に攻めてても相手が守れちゃってたらもう守れてる側のポイントになっちゃうんですよ、ディフェンス能力が高いってことで、はい、それの点でも今回は宮坂選手にそのポイントが入ったのかなと思うんで、はい、この後の試合とかもそういう部分も含めてポイントとかも見てもらったら面白いかもしれないです。ぜひね、こうやっぱりジャッジになった気分で ね、 そうですね、見ていただくとよりこのムエタイ楽しめるんじゃないかなといったところですかね、はい、さあということでございまして、第3試合は宮坂圭介選手が2対0の判定勝利を果たしています。